どうしよう。節約したいのに、過食が止まりません。ゴールデンウィーク頃には、苦手なレストラン業務から、希望のフロント業務に移動できるという条件で、契約延長したのに、まだレストラン業務をやっています。はっきり言って嫌で嫌で、仕方がありません。一応、契約違反ではないですが、モヤモヤが止まりません。最初からレストラン業務で延長って言って欲しかったくらいです。私を嫌うレストランスタッフさんから、いつ辞めるんだって言われる始末。私だってとっくにレストラン辞めるつもりだったんだよ。って心の底から言いたい。発達障害は言われてないけど、苦手なことは永遠に苦手。どんなに注意されても、余計に苦手意識が増すだけ。もう我慢の限界。泣くは食べるわ。結構メンタルやばい。こんな状態で健康のために食べるな。なんて言われると余計に食べちゃう。負のスパイラルに陥ります。今はサイクリングメス、清掃、レストラン業務で身体を動かしているから太ることはありませんが、8月末まで延長しちゃったこの契約、涙と過食が止まりそうにありません。苦手なことが多い私は、早くお金を稼いで早くファイヤーしたいです。生活保護に頼らず、自分の稼いだお金で身体を壊さないような自由な生活をしたいです。もうリゾバ派遣会社から戦力外通告をされている以上、秋から違う働き方をしないといけません。現在絶賛転職活動中です。一応地元に戻ろうと考えていますが、希望する求人を探すのに悪戦苦闘中。興味のある求人は東京や大阪など都会ばかり、途方に暮れています。とりあえずエージェントに相談することにしました。安定した収入があれば正社員じゃなくてもいいのです。ただ今はなぜ働きたいのかを深掘りするのにも悪戦苦闘中。どうなることやらです。また進展があれば動画にしますね。しかし中抜けは身体にきつい。でも休みの日は英語の先生のバイトもして、職業の選択肢を広げたい今日この頃です。